今日は個性的というのにとてもふさわしいブランドの名品をご紹介したいと思います。どうも、太郎です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、個性的なファッション好きな人なら好きなブランドではないでしょうか。ニードルスのトラックパンツをご紹介したいと思います。ニードルスのトラックパンツはですね、毎年春夏と秋冬に必ずリリースされている定番のアイテムなんですけども、発売されるとですね、もう瞬く間に完売してしまうという定番アイテムでして、今年もですね、例年通りネットなどを見るとだいぶ品薄となっているようなんですけども、僕はですね、運よくギリギリのタイミングで購入することができましたので、今回こちらをですね、ぜひご紹介したいと思っています。このパンツね、履いてみるとすごい魅力的な面白さがあって、ハマってる人は毎年リピート買いする人がいるのがわかるなぁと納得してしまいました。今日の動画はですね、欲しいけどサイズ感とか履き心地、コーディネートの仕方がわからないという人にもですね、参考になるような動画となると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは行ってみましょう。まずはですね、ニードルスってどんなブランドという方のためにですね、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。ニードルスは清水恵三さんという1988年にネペンテスというセレクトショップをオープンして、1995年にニードルスを立ち上げたという経緯のあるブランドでして、日本のブランドになりますね。現在ではですね、外国の方もね、結構着てる方、よく SNS とか雑誌とかなどでも見かけるようになっています。で、このブランドの特徴としてはですね、かなり個性的な色使いですとか柄使いだと思います。ほんとね、こういう個性的なのが好きな方じゃないとこのブランドのラインナップ見ないんじゃないのかなというくらいの個性的なラインナップだと思いますし、ブランドのね、アイコン、バタフライマーク、蝶々のマークになってまして、こちらもね、かなり印象的なロゴとなっています。そんなニードルスを代表するパンツの一つがこのトラックパンツになります。商品名の方がトラックパンツポリスムースというアイテムになっていまして、パッと見ね、本当ジャージなんですけども、個性的な佇まいとなっています。価格の方は税込み2万3100円となっていまして、ジャージで考えちゃうとちょっと高いのかなっていう感じするんですけども、背景見るとね、そのぐらいするのかなっていう感じの実感はありました。で、カラーの方はですね、こちらのブラックとパープルとグレーの3色展開となっていまして、今回僕はブラックを購入しています。サイズの方は XS から M サイズの3サイズ展開となっていまして、僕はですね、S サイズを購入しています。素材の方はポリエステル 100% の発色のいいですね、ジャージ素材を使っていまして、黒はですね、少し光沢感が際立つ感じになってるんですけども、他のラインナップの色はですね、ちょっと普通のジャージでは見ないような絶妙な中間カラーですとか、色気のあるね、雰囲気のある色を出しているので、独特な存在感を放っているパンツだと思います。で、生産国は日本製となっています。日本製とはいえ、ジャージで2万円超えは、ね、やっぱり高いなと僕もね、思っていたんですけども、芸能人のね、滝藤賢一さんが履いてるのを本や SNS で見たりとか、僕のインスタのフォロワーさんでも、このニードルスをね、大好きで愛用してる方がいるので、そういう人を見てこのブランド自体は気になっていて、流行りだから人気があるんじゃないのと思う人もいると思うんですけども、ニードルスのこのトラックパンツは2008年からリリースされてるみたいなんですけど、デザイナーのね、清水さんはこのトラックパンツにはね、かなりこだわりを持っているようでして、作ったきっかけとしては、あるアメリカの映画に出てきたおじさんがですね、ジャケットにジャージのトラックパンツというスタイルで出てきたのを見て、それにインスパイアされて作ったパンツだと言われています。ジャージといってもですね、そういうコンセプトのもとで生まれたパンツなので、実際履くとスラックス見えするようなシルエットとなっています。すごいシルエットいいので、ちょっと履いた感じもですね、見てみたいと思います。着用してみました。僕は身長169センチの体重が60キロ弱になりまして、サイズ S サイズを着てこんな感じになっています。
まずですね、履き心地はですね、やっぱジャージなんで最高に履きやすいですね。で、シルエットは僕のはストレートタイプなんで、ももから裾までがスラックスのようなね、綺麗なストレートシルエットが生まれています。で、丈の方なんですけども、少しね、これ丈はまあ長めというか、ウエストで少しこう高さで調整できる範囲の長めなのかなって感じなんですけども、少しね、ハイウエスト気味に履けばね、地面につかない感じの綺麗なシルエットになると思います。まあそれでもね、擦りそうな感じの人はですね、ウエストの部分がゴムになっていますんで、これをね、ちょっとこう折り返す感じにして丈をね、調整してもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、細かくね、ちょっと見ていきますと、両サイドにジップのポケットがついていまして、で、中はですね、こういうメッシュ地になっていまして、結構ね、通気性とか考えた作りとなっています。で、後ろはですね、右側にはポケットがなくて、左側だけこのジップのポケットがついていますね。で、これがね、一番の特徴なのかなとは思うんですけども、ここの前の部分にですね、こういう線が入っていますんで、すごくね、シルエットが前から見た時にスラックスのようなストーンと抜けたようなシルエットが生まれて、すごい綺麗に見えると思います。左側のここにはブランドアイコンのパピオンがついていまして、そのサイドにちょっと太めなね、まあアディダスなんかよりもかなり太めなこうラインが入っていまして、まあこれがね、この配色がすごくいいですよね。色がね、多分ピンクなんですけども、なんか男の人が嫌な感じのピンクではなくて、ちょっとねトーンを落とした感じのくすみピンクといいますか、落ち着いた感じのピンクとなっているので、ポイントとしては十分発揮しますし、まあ、このぐらいでしたらね、コーディネートもしやすいんじゃないかなとは思います。こちらを使ったコーディネートですね、いくつか作ってみていますので、個人的にもね、このコーディネートすごい楽しかったです。はい、ぜひそちらを見てみてください。行ってみましょう。はい、コーデの方いかがでしたでしょうか。まあ、ジャージとね、イメージするとすごい難しいイメージなんですが、合わせるとですね、意外にもコーデがすごく組みやすくて、楽しいアイテムだなと思いました。まあ、これね、色違いが欲しくなる人が多いのは分かりますよね。このシルエット的にジャケットにも非常に相性よく合いますし、夏はね、こういった感じの T シャツ1枚スタイルでもラインの存在感ですとかデザインでコーディネート感をかなり引き出してくれると思いますし、秋冬なんかでしたらね、パーカーとかカーディガンなどで、まあ、少しストリート感を出したりとか違和感なさそうな感じがします。意外とね、40代以上の方が着ても男臭くね、結構決まるアイテムじゃないかなと思うので、哀愁がね、漂う世代の男性の方にもですね、ぜひね、取り入れてほしいとは思います。で、こちら結構人気ある商品なので、売り切れはね、早いかもなんですけども、色とかサイズによってはネット上でもね、まだ販売していましたし、店頭でもまだね、残ってるところは残っていますので、まあ、興味ある方はですね、いろいろ調べてみて検討してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画もしいいと感じた方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。